こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回はハートフォードさんが再現してくれた26年式拳銃、旧軍が誇るリボルバーですね。はい、これのねグリップ着せ替えをしてみたいと思います。はい、でこの銃、まあお持ちの方はご存知だと思いますけど、なかなかユニークなグリップ交換方法なんで、はい、うまくいってね、おおとなるかね、グダグダになるか、はい、私にもやってみないとわからないところがございます。ほとんどね、下ごしらえなく、ね、ぶっつけ本番でいってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではね、おさらいですけれどもね、このリボルバーね、まず箱からしてね、はい、このね日本語の呼び名がいっぱい、お勉強、はい、でなんだろうこれはっていうことですよね。これがね今日のね結構目玉になると思います。はい、まあうちのチャンネルご覧の皆さん、私よりお詳しいですから、あんまりやばって言えることではないですけれどもね。で改めてこのねハートフォードさんのねマニュアル、これ読むとねすごいですね。はい、でまた最後の方にね、このレプリカの意義ってあります。私全く同感です。はい、ハートフォードさんのねマニアックシリーズなんかもそうですけれどもね、もはやね、博物館に展示するレベルのものをね再現されようとしているというような感じですね。今日はねちょっと手元狂わない程度にね、はい、乾杯。少しね酒が入ったぐらいのが手が震えるのが止まりますんでね。はい、でねちゃんとマニュアル読みました、私さっきね。またこれからも見るかもしれません。じゃあ早速この26式拳銃ね、ちょっとだけ外観をねおさらいしてね。ね、恐ろしいことに発火式なんですよね。はい、まあ、もっともリボルバーの場合はシリンダーにインサートを入れなければいけないんで、ダミカモデルにしたところでね、ここの形状が変わるわけではないんで、まあ、むしろ発火式にしておいて、ハートフォードさんの場合カートがですね丁寧にやりますよ。パキンなんてやりたいですよ。これが発火状態のカートですね。でこれにですね、もともとついてきた、あった弾頭部をね、これがこれ弾頭部なんですけど、これをねクリクリクリっとねねじ込んであげればね、よいしょよいしょよいしょ、あれ、いやいやいや、指がさらに不器用、大丈夫かな今日。こんな感じでね、はい、リアルなね、実砲のスタイルになるわけですね。はい、ただこのままですとインサートにあたって、シリンダーに装填できないんで、こんな形で、はい、装填をするということになりますね。なかなか迫力ありますよね。でちょっとね、まあ、皆さんまたご存知なの、もう知ってるよって突っ込みながら見てくださいね、ご覧いただいてる方。これ閉めるときにね、シリンダーの位置がうまく合わないとピタッと来ないんで、ちょっとシリンダー回してやると、この位置になる、この正位置になるとね、正しい位置になるとここがねぴったり閉まります。ご覧いただけました？これがね多少ずれてたりするとこうやってねうまく当たる、あ、こんな感じで隙間ができちゃうんですね、ここね。これでバチンなんてやろうもんならね、はい、破損しちゃいますから、ちゃんとシリンダーね合わせてピタッとカチッとこう隙間なくねしてから締めましょう。はいね、サイトピクチャー、前回ご紹介した時にすっげえサイトピクチャーですね。よし、こんな感じです。なんかこれはこれでなんか富士山のね加工のところになんかフロントサイト合わせるみたいな感じで、ね、なかなか面白い。改めて見ると面白いな、この銃な、ね、26式、ね、26年式で、またね、あの94式同様ね、握りやすいんですよね、こいつがね。さて、じゃあグリップ交換入りましょう。今日時間どこまでね、かかっちゃうか分かりませんのでね。そもそもこれがね、ほら、さあグリップ交換しよう。木グリが届いた。ね。グリップに、グリップ交換だと思ってもね、あれ？グリップスクリューは？なんて感じですよね。じゃあこれからね、これね、結局ある程度分解、ちょっと分解しないとね、グリップ交換できないんですよ。じゃあ、分解を始めます。
簡単な分解ですよ。はい、まずね、ここに何かがありますね。いかにも爪を入れなさいみたいなやつがね、2個入れる、あ、失礼、まず第一工程、はい、こいつをバカッと開きますね。開いてここに爪を入れた、見えないか、こうしましょうか、こう、あ、やべ、スプリング飛びそう、ポン、パカンと、こう開くわけですね。これがですね、さっきのあの表紙のこの絵ですね、この状態になるわけです。はい、で、あ、そうだ、そう、こういう時にはあれかな、あ、でもいい、赤のままやっちゃおう。これでね、ここにバネがあるんで、こいつを飛ばさないように気をつけながら、このグリップをね、にゃがっと引っ張るわけです。こっち側を引っ張り上げますね。ちょっとすいません、やっぱりこっち側でやらせて無理無理、よいしょ、はい、取れましたね。これでね、はい、向かって自分が構えて左側のグリップが取れると。で、ここにね、こうスクリューが2本ありますよね。これが反対側のグリップを止めてるんですよ。で、ちょっと見てください、このグリップね、あ、失礼、スクリューね、こいつ外せねえじゃんって感じなんですよ、上の方がね。で、これはこの正式名称は何て言いましたっけ、はい、激鉄発情ね、激鉄発情を外します。激鉄発情ね、日本発情とか日発三だとありますけどもね、これはね、こうしちゃおうか、こうつまみながらね、力ずくでぐにゅっとこうやるとこうやって外れます。はいね、あとでこれオイル拭いとかないとこれ錆びちゃうな。で、いよいよここでね、はい、こっちのスクリューが外せるようになりましたんで、ちょっと外してみましょう。今日初めて外しです。つかなかったらごめんなさい。で、これは真鍮のネジか、実銃はどうだったんでしょうね。ねえ、ほら、真鍮でしょこれ。真鍮は円性があってギュッて締まりやすいけれども変形しやすいはずですよね。で、これ反対側外すときにちょっとだけちょっと締めておきましょう。あ、自然に取れましたね、軽くね、こんな感じでね。はい、左側のプログリップこんな状態になっております。で、じゃあいよいよ木栗を取り出してと。で、木栗を見るとですね、困ったことが一つあります。はい、あ、どうですか、木栗のこの掘り込み具合ね、なんかいい感じですよね。で、樹脂の方ね、で、ここにね、一個もここにネジ穴が、ネジ穴っていうか、メスネジの部分がね、ナットの部分がね、はい、圧入してあります。これはね、私が今回今ね、初め動画撮る前にやりました。こんなパーツがね、2つね、木栗の方についてくるんですよ。こんなのがね、はい、ナット部分がね。で、これをね、指でこう簡単に入れて入ってしまう以上困るんですよね。後でまた取れちゃいますからね。で、これをね、こんな感じでね、まっすぐになるべくしてですね、うまくまっすぐに入れられますかですね。これ指でね、ある程度押し込んだらね、あとはね、まあ、こういったここがフラットですね、これでちょっと押し込みます。皆さんに見えるように押し込むと力入らなくて、途中であのビキッつって、私のあの筋肉があの星飛雄馬が大リーグボール3号を投げすぎた時みたいな音がしたら、お慰みで、よっしゃ、いた、ここまで来た、ここまで来たら、あとはね、力ずくでね、入れましょう。結構簡単に入っちゃいました。下はね、こんな感じで入りました。上はこんな感じですね。上硬いんですよ、うん、気になる方はね、ちょっと接着剤かなんか入れた方がいいかもしれないですね。その上で、このグリル、ちょっとこの反対側を見たら部品こぼれるかな。あ、反対側は特にね、おかしなことも、あ、なんか今カチャンつっちゃった。なんかこいつがやばい、そもそもこいつ、あ、こいつが緩んじゃうんだな。はいはいはい、これはグリップを止めると同時に、こっからこいつもともずれっていうか道連れになりますね。はい、面白い構造ですね。じゃあちょっと入れてみましょう。これが見えないんだな、手元照明がないと。こっち側が全然見えた、よいしょ、
で、クリ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 。まあ、そんなに振り回してね、実践で使うものじゃないですから、ちょっとね、軽く止める程度にさせていただきます。スムーズに入っていきます。スムーズに。クイックイッ、ちょっと、ちょっと締めるぐらいでいいかな。はい。じゃあもう一回ね、今度は開いて、まず、はい、そう、激鉄発情をね、戻しましょう。激鉄発情はね、もうここでね、こういう感じになってますからね。このまま力ずくでいきましょう。ロロロロ、なかなかやるね君。おおおお、激鉄発情、なかなかね入れるの難しいですね。あれ、激鉄発情入んなくなっちゃいましたね。ららららら、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あ、ここにね、いいですか、このね、突起、これをここにね入れないとダメなんですよ。この穴にね、見えますかね、穴ね。はい、これを入れるために今私はね、ちょっと苦労しているんですが、激鉄発情はまれ、押し込みすぎてるか。これはなかなか苦労する。あった、ね、入りました。ちょっとここでね、軽くねオイルをねさ、吹かしてください。あー、行き過ぎた、絶対これ錆びます。もう怪しくなってます。で、こちら側のグリップをはめましょう。下からね、この穴にね、ここを合わせてね。あとはね、ここがちょっとね、やっぱ厳しいんですよ。ここちょっとね、こっちに押すようにして。入った、入りました。さて、蓋を閉めてみましょう。蓋っていうのはね、このパーツはですね、側板です。ね。プレート、側板を閉めます。側板を閉めるんですけれども、おやおやと。ちょっと入らないねと。このぐらい浮いちゃいますね。ちょっとね。その時にはね、軽くね、トリガーをね、あ、引き金を軽く引いてやるとパチッとなります。これをね、キュッと軽く引いてやると。で、パチン。よかった。はい。まだ10分ちょっとぐらいのところで終わりました。いかがでしょう？木製グリップ、いい感じのでしょう？ミルさんのね、はい、お値段も張りますけれどもね、それだけの価値はありますね。逆にプラグリなんかで、ね、購入して申し訳ございませんでしたっていうところですね。私ね、なんかね、値段をね惜しんだか、あの木グリが気に入らない色だったかのどっちかですね、はい、どうでしょう、やっぱりさすがに雰囲気は変わりますね。このいい感じの、これウォルナットですよね。どのぐらい握り心地が、あ、はいはい、桁が違います。やっぱりこちらの方はね、やっぱりあのまだ手のひらに優しいチェッカーで、この木製グリップの方はまだ多分加工したてなのか、あるいはあえてね立ててくれたのか、チェッカーっていうかね、はい、チェッカー日本語でなんて刻みがね、小刻みがね、すごく手にフィットします。痛いぐらいです。あの田中さんのね USP とかみたいですよ。割と剛毛、これあのね握ってるところにこうじゃないよこうだよなんてね、ぐにゅーなんてやられるとね、いててて、なんて声が出そうなぐらいね、はい、いい感じになってます。はい、わ、気に入ったね。これをね、またこのね、しつこいですから取説に戻りますけれども、このハートフォードさんの思いね、意義ですよね。こういう歴史的なね拳銃が複製されてレプリカとしてね、構造は一緒、今の組み方なんかね、私のねテレテレしたのを見てるとね、まあ旧軍だったらね、貴様適性がないぞ、田舎に帰れとかってね言われちゃうかもしれませんね。はい、非常にいい感じです。もう一回装填廃墟ぐらいやりましょうかね。グッとこう出てくるんだ、バキンってやればね、それなりにでしょうけども、しません。はい、いいですね、こういうねガランドの感じ。それとバカンってやっぱ中折れ式っていいですよね。今ねバイオハザードリ4でね、はい、そういう中折れ式リボルバーのマグナム使ってますけれどもね、
今回の作品はあれですね、あの装填シーン、例えばレッドナイン、モーゼルなんかね、横からのショットになるんですよね。すごいなと思いながら見てます。見てましたね。やってます。はい、なんとかよたよた1周目クリアしてね、今2周目復習戦でございます。はい、その中にも出てくるね、中折れ式、まあああいうね、あの最新のねゲームの中でああいう古い銃出してくれるっていうのはね、若いお友達が増えることにもつながるんで、非常にいいんじゃないかななんて私は思っております。ということで、今回のサンリボは26年式拳銃の木栗交換、それに伴う簡易分解、ご紹介させていただきました。ではまた。